おはようございます。6月3日の相場解説になります。まずデイリーから見ていくんですけども、ちょっとね、苦戦していたんですけども、何がしかの方向性は見えてきましたので、デイリーの方から漁っていきましょうか。まあ、こういうふうな右肩上がりの流れがぐーっとあってトレンドを形成したわけですけども、ここが落ち込んだ後ですね、ここが落ち込んだ後、こういうふうなチャンネルラインがだいたい引けるようになってきましたね。こういうふうなチャンネルライン。だから、フラッグに近い形を形成してるんではないかなと思います。フラッグですよ。フラッグってのはこういうふうに。ね。レンジがちょっとね、斜めになったやつですよね。に見えるでしょ？だこれを手がかりに、こちらの方向に伸びていく中でギザギザしてるっていうふうに理解すればいいのかなと思っております。うん。そうするとですね、やっぱりこう、上昇トレンドはまだ終わってないってことなんですよね。はい。で、次が4時間足ですけども、その上昇トレンドの中、緩やかなる右肩上がりはやっぱり見えてるわけなんですけども、お、懐かしいですね、このダブルボトム。ここ。ね。ダブルボトムからのぐーっと一気に上げがあって、落ちてきて、またさらにこれダブルボトムをヒゲで作ってるのが特徴的なところかなと思いますよね。それに気づけていれば、これが取れたかもしれないですね。私はちょっと取れなかったですね、これがね。で、また下がったんですけども、ここに抵抗体があるような感じですね。どうやら。うん。どうやら、ここにもあります。あ、ここにありますね。うん。ということなんで、ここを底にして、100円の335を底にして、右肩上がりっていう感じでいいのかなと思います。うん。そうですね。4時間の根拠としてはちょっと薄いですね、でもね。うん。まあ、これで行くしかないかな、今は。そしてもう一つなんですけど、109円の785に赤い線を引いております。こちらの方をこのまんま上昇して破ることができれば、このあたりまで110円の175まで上昇していくんではなかろうかと、今の時点ではそのぐらいしか言えないのがちょっと弱気なところですね。1時間見ていきましょう。じゃあ、右肩上がり、右肩上がりと並んできて、1時間はどうでしょうか。ここから右肩上がりになるためには、まず第1の抵抗体は、ここの横ばいモードですよね。ここを破っていかないといけないですね。そして二つ目が、ここです。で、まあ、そこがたいのは、このあたりかな。だから振幅がね、こう一回落ちた後に、ちっちゃい波、中くらいの波、大きな波っていう風に来てますから、次にここまでの波を作ってくれるんじゃなかろうかというのが、直近の私の相場予想です。まあ、ですんでね、この後、チャートがこの辺りがどう動くかですよ。下までピターッとついていただければ、私はそこから反転して、ここまで、110円の175まで伸びることを狙って、倍で入りますかね。そうでない限りは、まあ、まあ見るのも相場。それが継続されるということでございます。本日は以上です。